オーレリアン・ルジュリーは、フランス、ボーモン出身の元ラグビー選手。ウィングとして、フランス代表と ASM クレルモン・オーベルニュで、プレーしていた。いくつものあだ名を持ち、ピッチを走る速さから、馬と呼ばれるが、その恵まれた体格から、金髪のジョナ・ロムーと呼ばれることもある。元フランス代表のフッカーであるジャック・ルズリーと、元バスケットボール選手であるクリスチーヌ・デュラックとの間に生まれ、 ASM クレルモンゴーベルニュで育成期間を経た後に19歳でデビュー。コンピューターと車が好きであり、チームメイトやサポーターからは、ロロと、2000から2001年シーズンからヨーロッパにおいて28試合に出場しており、そのうちの13試合はハイネケンカップ、15試合はヨーロピアンチャレンジカップであり、合計で18トライを決めている。2002年8月24日、 選手生命を脅かす重傷を負った。ロンドンワスプスとの親善試合の際、敵のディフェンスラインを突破しようとしたルジュリーの口頭に、ワスプスのフッカー、フィルグリーニングが激しく衝突した。ルジュリーは、数週間の入院を余儀なくされ、3度の外科手術を受け、様々な合併症に苦しめられた。注入管を鼻から胃に通して、栄養を取らなくてはならず、体重は9キロも減ってしまった。 回復に時間がかかったものの、12月には試合に復帰している。この毛皮喉に約12センチメートルの傷跡を残し、声が以前よりも少しだけ低くなった。2007年11月15日、大震裁判所はフィルグリーニングに対して損害賠償の支払いを命じる判決を下した。2001年10月10日の南アフリカ戦で初キャップ。 ル・ジュリーは2002年のシックス・ネーションズで頭角を表した選手の一人であり、その力強い突破はフランス代表の7度目のグランドスラム達成に大いに貢献した。2003年のワールドカップでは成果を残せず、その後1年間代表に招集されなかった。本調子を取り戻した現在、代表ギャップ数は44、95得点を上げている。フランス代表の頼れる 右ウィングであり、フランス代表、レ・ブルーで10本の指に入るトライゲッターである。19トライという記録は、現役選手の中では、クリストフ・ドミニシに次いで、第2位である。守備面での進歩により、今や攻撃のみならず、ディフェンスでも恐れられるようになっている。2018年、現役を引退した。ありがとうございます。